梅ちゃん、長いパスでプレスを剥がしに行ったんですが、高にピタッとは当たらない。セカンドボール、一度前にボールをつけました6番の畑野、そして中盤の笠木がボールを引き取っています。ここに拓也が戻ります。さあ、おっとペナルティーまで踏み込んで打ってきた、ナイス。さあ、歩夢残しきれず、センターバック渡辺のところでクリーンにボールを奪いました。後半からゴールキーパー名越。さあ、中盤の笠木です。ここでちょっと緩急をつけます。おっと、うまく止めた、ナイストラップ、アウトにかけて、さあストライカー瀬能のところにボールが来た、左足狙って、歩夢がプレッシャーをかけます。慶吾も前に立ってパスコースを切ります。レフトバックの石原はゴールキーパーの中原を使いました。滝口です。前が空いてますので、まず運んで様子を見ます。これで横に引き取りに来たのが22番トップ下の竹山。さあ、笠木がスルーパス、足元に入れます。オーバーラップした石原を使った見事なサイド攻撃、梅ちゃんのクリア、拾ったのはウィングプレーヤーの中川。笠木です。さあ、中川いった、キレがあります。やっぱ上手かったですね。何もできなかったっていうのが、まあ感想です。はい、すごかったです。まあやろうとすることが結構つなごうっていうのを前やってたんで、まあ、そこで、まあ、やっぱ守備で、まあ、相手が上手かったんで、まあ、守備で体力割かれるのはすごい分かるんですけど、守から攻に変わるところでやっぱみんなちょっと休んでた部分が多かったんで、まあ、自分たちが成長するためにはそこをもっと突き詰めてやんないといけないと思ったんで、まあ、ちょっと今日は強めに言おうかなと思って、まあ、チーム全体的にもつなぐ意識が最後の方は低かったんで、前半の、まあ、ちょっと強く言おうかなと思いました。まあ、個人的にはもっとこうボール取られるかなと思ってたんですけど、つなぐ部分で、まあ、やろうとしてることが少し形として見えたかなっていう部分はあったんで、思ったよりひどくなかったというか、もっと危ないところで取られてもう 2,3 点失点するぐらいの感じかなと思ってたんですけど、みんなやっぱ守備の強度が高いし、まあ、もうちょっとつなぐ意識とかポジショニングの共有とかできたらもっといいサッカーできるんじゃないかなっていう、そのなんかチームのポテンシャル